ありがたい。ディレクターやね、はい、玉子ちゃんの誕生パーティーで、はいはい、全部自分が自腹を切って、はい、パーティーを開いて、はい、俺には餅だけ、はい、今日餅ありましたね。今3つ食べて腹重いが、うちの近所の美味しいとこでも買ってきましたって言ってました、ね、あんなもんね、なんか5円ぐらい一つ5円ぐらいじゃない、あれあいつ自分でつきよったんじゃが、餅1個とかいう機会でなんかどうもそういう気に比べたらちょっとお安いですね。いや、お安すぎるわな、ね、いや、ほんまやで。ほんでまた海苔をつけて食べてくださいって本番前に、はいはいはい、もう締めてあんた歯についてしゃあないがなまだでもそれの割には食べてましたよ、ね、よくね、3つだってこんなバカな話ばっかり聞きながら俺もどう過ごせっちゅうねん、いられないと。俺が一生懸命仕事でマネージャーは女にうつぞ抜かして電話番号お前なんか握ってギュッと手を握るようにして渡しとるわけやで、なるほどなるほど、そんなことされたんだよ俺は、たまらんがな、やってらんないですね、やってらんないがな。この話を聞いてみると、レイコババは竹石と野本を連れて飲み歩いてるっちゅうねんからやな、これはまた分からへんの。そうらしいですね、この相関図、この FM 東京 D1 グループは月曜日、この相関図はすごいね、宇宙宇宙ですね、宇宙宇宙すごいですね。いやこれはね、ちょっと誰か注意しよう。ほいで一番バカ見てるのはもうお前や、はあ、あやっぱ私ですかね、なんでだろう、ファックス送り続けて、はい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 、プレゼント、あんな俺ね、俺女やった俺泣くわ、俺ほんまに抹茶偉いで。私も帰って泣きますよ。帰って泣きますよ。はい、これ、これもらった後にな、抹茶聞いたか、はい、はいはい。私、贈り物攻撃に弱いんです。もっとせいっちゅうのが。嬉しいですよ。俺は今日聞いて、俺もちゃんと君のために誕生日プレゼント買ってやったけども、うん、もう渡すのやめます。どうしてもうね、君みたいな女に贈り物送ったところで、はい、なんにも、こっちを渡した方が喜べないわ。どうしてどうして、いや俺申し訳ないけどブランドも買ってたわけですよ、うん、そしたらいきなりまっちゃんのコーチのバッグ見て、うん、あのね、はいはい、私ブランドも大嫌いなんです、こうてた俺は渡せるそんないいものは好きですから、いや違うブランドも嫌いや言うとったんや、今いいものは好きです、 いいものはやっぱ好きなんだね。いやもう私また、はい、まあ気が向いたら私なんか探し求めます、こんな松尾君に素晴らしいプレゼントをね、はい、されたらたまりませんよ、はい、いやまあまあまあ、はいとは何事あ、そうだ、ところでさんまさんはそんな真っ暗になってますけど、どうだったんですか、お正月の。今君らの話聞いて肝臓痛めたん、急に真っ黒になってんねん顔は。あ、なるほど、いやなるほどね。どうだったんですか、オーストラリア。オーストラリア楽しかったですか。楽しかったとかそういう問題じゃないですからね、うん、前もって言うときますけども、うん、今回9人で行ったんですけども、オーストラリアの方に、それで空港でいきなり和田アキ子さんとばったり会いましてはい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 、はい、噂になってますよね今、はい、それで和田アキ子さんとばったり会うて、はい、私が空港ね、で飛行機に乗ろうとしたら襟首つかまれて「サンマー」って言われてどっかのねややこしいおっちゃんや思って振り返って振り返って顔見た時にまだおっちゃんや思っててんから、ね、これまた困るからねね、はい、ね、さまとか言われるからね、あっこさんまた一緒です、あっこさんもねよくオーストラリア行かれるんですよ、そうなんだ、昨日紅白やってんとか言いながらね、あそうですかとか言って、何してんねんオーストラリアでって、うち暇やねんとか言ってね、いや僕もちょっといろいろと用事が、いやこれ電話番号やからこれかけてき毎晩毎晩電話番号渡されてね、で毎晩電話しよう思って電話したんですけども、大阪そのオーストラリアのブリスベンの、はい、ところにあるんで、ゴールドコーストね、そこら辺に私の別荘があるサンクチュアリーコープっていうところはね、そこの大体近所の電話番号は6桁なんですけども、アッコさんが手渡された電話番号が12桁あるんです、これどういう電話番号は未だにわからないんですけども、それで電話してこい言われてんのに電話しなきゃ、はい、怒られるやんかまた、ねえ、はい、ねえお前はどういうこっちゃとか言って、怒られるからよね、わざわざオーストラリアからアッコさんの東京の留守番電話に出て、すいません留守番電話間違って携帯電話間違ってるんで、携帯というか電話番号がね間違ってるんで、はいはい、すいません僕のマンションの電話番号言うときますって電話番号入れたわけですよ、はいはいはい、東京の留守電に、そうですよ、入れて、はい、でそれ聞いてくれたらいいなと思ったら、はい、ずーっと聞かずに、
うん、それで帰り道またバッタリ空港で、またあったんですか。またあったんですか、帰りにバシーンと頭殴られて、はい、俺ほんま初めて後ろから丸太のようなもの殴られた、殴られた衝撃がなんで電話してけへんかって、うち今知らんからなとか言って、あのね、あこさんちょっと電話番号違ってましたねって言うか否や、もうスーッと自分のとこ行ってやな、怒えら怒ってあったわけ。ほんで家帰って留守番電話聞いて、うん、やっとごめんなさんまえらい長いことドキドキしてたんで、そうしたん思って、あもうでね、そのオーストラリア行くのはいいんですけども、うん、今回の目的はある夫婦がある夫婦あ止まってしまいました。何ですか何ですか何ですか。ある夫婦が危機を迎えつつ一緒に旅行行ったわけですよ。オーストラリアにですか。オーストラリアに、うん、で我々の第一目的としてはその夫婦を仲をまたこうよりを戻させてあげよう、はい、割れかけた日々をコンクリートで埋めてあげようって、日々というのは、元に戻らないですから、はい、あれは コンクリートを埋める作業なんです。そうなんです。言うときます、これから結婚したり、はい、子供できたり、はい、まあ、恋人同士でもいいですよ、うん、日々というのは行きますよね、うん、元通りは絶対戻らないんです。それは元に戻そうとしてダメなんです。その日々を埋めるしかできないと。わかりますか、はい、私たちはそのコンクリートの役目ですよね。ほうほうほう、埋める役目ですね。埋めるために隙間の部分、はい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 、隙間の部分も、それでなんとかなればと思うんですけども、とにかくね、お子様もいらっしゃるご夫婦なんでね、非常にどうしていいかわからん。そして私はその揉めている、ある揉め事で揉めてるんです、その夫婦はね、まあ、男の方にまあ、ちょっと好きな人が、まずそこもまた花盛りなんですよね、恋は。あ、その人が好きな人が出来合ったみたいで、そうなんだ。その男の人とね、僕はその男の人と友達なんですよ。その男の人の恋人は、僕よく知ってる、そういう関係なんですね。あー、なるほど。わかりますか。はい、わかりました。その旦那の恋人はさんまさんとよく知ってる人、3人よく知ってる、まっちゃんもよく知ってる人なんですけど、その、はいはい、両者ともね、はあ、知ってるわけですよね。しかし奥様もよく知ってるわけです。え、奥様もよく知ってるわけで、何年も一緒にオーストラリアに行ってるんですから。すごい複雑な関係ね。どっちかというと家族ある方を大事にしなきゃいけないじゃない。そうですよね。なんとか、で何、でコンクリートの役目は果たせたんですか。日々入ったその、ものをまた割ってしまったより細かく、いや違う、聞いてくれる、これ聞いてくれ、もうこれまた話せば長い話やけども、はい、あと2分ちょっとしかないやろうけども、はい、とりあえずもう話せばゴルフをやりに行ったわけですね、はい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 、でゴルフというのは握るわけですよ、はい、ウーロン茶をちょっとかけて ね、握ったりして遊ぶもんなんです、だからその男 の、 マネージャーというのが、そういったらもっと絞れてきますけども、もうめちゃくちゃ絞れてますけどもえ、マネージャーというのは何なんですか。大丈夫ですね、マネージャーがいてましてね、はいはい、そのマネージャーが、はい、とりあえず僕は散々買ってしまったわけです、ゴルフで。そこでムカついてたわけですよね、で、ある晩、とにかく仲をまとめてあげる、奥さん愚痴を言ってくださいと、とにかく僕たちでよかったら愚痴を言ってくれと、僕たちはとにかく仲直りしてほしいわけですから、なんとかしたいと。ほんな奥さんは涙ながらにね、高校でこんなこと言われてこうなんですよって言うから、あ、そうですかと、私は奥様の味方ですから、頑張ってください、素晴らしい、で来年もこの別荘に遊びに来なさいって言うたら、ゴルフで負けてるその男が、あ、マネージャーがベロベロだもんですから、はあ、さんまさんいつもと言ってること全然違うじゃないですか。あ、ちょっとちょっと黙っとけ、君はな、それは黙っとけ、僕はそのね、女性のことは知らないけど、知ってるけど知らないって言うやないか。なるほどなるほど、ね、はい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 、僕はその女性のことは知らないけども、ね、男も魔が差すということは、魔が差すような女ですから、それは大丈夫ですよ、嘘ばっかり一緒に酒飲んだことあるくせに、ベロベロで、その後もうしらーっとして、それで俺ら上に行ってんけどもやな、その後お前また女同士で話し合いがあったりするわけよ。あら、
俺はまだまだみんなと喋りたかったのに。あ、ちょっと待って、うん、はい、え、別にその彼女は別に来てないんですよね。お前、そんなもん来るわけないの。そんなの。だから大変な騒ぎになるじゃない。そんなもんやないねや。散々な日焼けもせえへん。真っ黒じゃないですか。昼間って意外と忘れるもんやね、あれ。あ、今の話。この後はスターゲート97です。明石家さんまの G1 グループ。